FM Naha. Your radio station. Ajidabu Agari.はいさい中がなびら10月16日火曜日アジラバーガリ始まりました。イエーイ始まりました。この番組はアジアラブな5人組がアジア各地を見渡してさまざまな角度からユンタクしていく番組です。アジラバーガリは公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団と広がっています友達の輪サークルオブフレンズ、土壌に優しい循環型農業アラグサ、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品エバグリーンの提供でお送りします。本日のパーソナリティを務めますのはマーキーとヤイとトーモです。はい、はい、10月の3週目ということで私マーキーが担当する、はい、美と心の癒しがテーマであるマキネイルの部屋でアジアで美や心の癒しで活躍されている方々をお招きして、はい、どんなことをされているのかとか、なぜやろうと思ったのかとか、まあゲストさんの人柄にも触れながらお届けしたいと思います。はい、本日はですね、はい、那覇市首里でズミ鍼灸院院長をされています福里和弘さんをお招きしてお話をお届けしてまいります。リスナーの皆様最後までお付き合いください。優しくウニゲーサビラ楽しみですね。はい、お願いします。はい、ではですねちょっとオープニングということで、うん、各パーソナリティのここ最近の出来事やあのマイブームについてちょっと軽くユンタクしたいなと思ってます、うん、はいはい、私はですねちょっと前もお話ししたと思うんですけど咀嚼音動画ハマってて、はい、まだあの 噛んでるシーンだけが永遠に流れてる動画ですよね。そうなんですよ、はい、でちょっとグレードアップしまして、はい、音はめっちゃ似てるんですけど、うん、ただ映像がちょっと違うだけのスライム音動画、うん、スライム何がいいんですかこれ。なんかこの、うん、なんていうんですかねくっちゃくっちゃなるんですよスライムね、はい、スライムってあ子供の頃ねみんなよく、はい、遊んで触ってた、うん、あのスライムがあるじゃないですか、はい、あれをこねるときにいろんな音が鳴るんですよ、はい、なんか低音から高音まで、うん、だそれを見るのがめっちゃ楽しい、うん、これ どうしたらいいの検索は検索は、スライム音とか咀嚼音とかってやるとリンク画像が出てくると思うので、まあ、気になる方は、うん、あのネットで検索して見てみてください、うん、はい コアな情報ですね見てみようかな。はい、トモニには最近はマイブームとか最近の出来事はどんなですか。まあ、2個ぐらい今あるんですけど、はい、どっちどっちね、最近農業にハマってますっていうのを毎回言ってしまうんですけども、はい、牛糞、うん、牛糞を運んでやばい、もう冬シーズン、はい、もう本格的にいろいろ野菜を育つ時期なので、はい、やっていきましょうね、はい、ヤイさん、はいはい、運びましたわよ昨日ね、あれでで運んでたんですよ、ヤイネネとともに一緒に、はい、じゃあやってたんですね、うん、まあ本来マキいるかなと思ったけどマリもいるかなと思ったけどやばい精神的に気が向かなかった。5人でねやってるけどね、はい、そうね、2人だったね、うん、昨日2人でもうありがたいことに、うん、牛を育ててる農家さんが牛糞をタダで
あのいただけるということで、うん、もらってきました。はい、前ねバフン運びは、うん、あの一緒にやったことあるんですけど、匂いどんなっすか？はい、あもう全然健康的な牛なんですよ、僕たちがもらおうとしたそこの牛がですね、うん、あなるほど、うん、思ってるよりバフンより、あの時のバフンよりは、はい、匂いはない、あそんなにきつくはなかったと思いますね。うん、意外意外、あのね開けた場所だったから風通りも、うん、昨日はちょっと曇り空で、うん、はいはいはい、はい、風も結構通ってたので、うん、はい、うん、そんなに匂い気にならなかったですよ。へえー、意外、うん、なんかちょっと牛糞の方がすごいかなって思ってたんですけれども、うん、まあサバサバはしてないですね、ベタベタ質感質感的に、はい、いいね、作物が育つと思います、ね、そうですね、はい、やいねえねえはなんかマイブームとかあったりしますか？マイブームっていうか選挙が、うん、結構長期にわたってあったので、はい、各候補者の政策とかを結構調べたりするのがマイブームっていうか、うん、しっかりしなきゃっていう感じですかね。そうですよね、前ねこの各一人一人の知事候補の方、うん、インタビューしに行ってましたもんね。ね、はい、はいはい、じゃあということで一旦 CM です、はい、私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜アラブサ。アジラブ、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 あがりカビ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 。大変、町の人たちをジメジメカビが襲ってるわよ。何？そんなカビにはこれだ、カビノンノン。説明しよう、カビノンノンとはニンジンエキスとクスノキエキスなどウチナーモンの自然の力を使った安全で体にも優しい防カビ剤なのだ。くらえ、くっそー、やられた。カビノンノンで検索。お問い合わせは 098-886-5656 886-5656 有限会社エバグリーン。お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団と、広がっています友達の輪、サークルオブフレンズ、土壌に優しい循環型農業アラグサ、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品エバグリーンの提供でお送りします。はい、先ほどはパーソナリティのマイブームとか、まあ、最近の出来事をお話しいたしました、うん、続いては本日のゲストさんのご紹介です。はい、本日お越しいただいているのは那覇市首里でズミ鍼灸院院長をされている福里和弘さんです。福里さん、ようこそ。ようこそ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではでは早速ですね、福里さん、何をされてらっしゃる方とか自己紹介お願いします。はい、那覇市で今鍼灸院、これ都の方言なんですけど、はい、ズミ鍼灸院という、はい、方で、うんうん、鍼灸師として働いてます。はい、ズミっていうのは都の言葉ですか？都の言葉ですね、うん、形容詞というか、はいはいはい、意味はちなみに、はい、意味を振られると思わなかった、ね、上等とかですね、素晴らしいとか、お、そういう、はい、だから自分の治療院に自分で上等というかというのもあるんですけど、いやいや、まあ、多分都の人なら、はい、このズミというのは、はい、つけたい言葉の一つかなと思って、うん、あ、でもすごいなんか上等とかね、はい、すごい円滑技というかいい響きのフレーズの名前ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、鍼灸院をされてるってご紹介してくださったんですけれども、鍼灸師ってそもそもどういうことをされてる方ですか？あ、方ですか、はい、そうですね、鍼灸はまあ、うん、イメージは針、縫い針の針とは違うんですけど、はい、形はまあ、イメージする針で、うんうんうん、またはお灸ですね、もぐさを
燃やして、はい、するお灸、針とかお灸で、はい、体にあるツボと言われる場所に、うんうん、あの刺激をして、はい、あの体をいい状態にしていこうとする、うんうん、これは何でしょうね、あの方法というか、うんうん、行為というか、うんうんうん、でこれでこう病気の治療だったりとか、あのより健康になるための、はい、まあ、美容とかですね、うん、あとは予防とか、はい、まあ、沖縄県ですと今長寿が話題なので、うんうんうん、よりまああのあの長生きできると言いますか、健康で長生きできるような、はい、病気の治療ではないけども、うんうんうん、そういうあの体調を良くするような、はい、あのことがあのできるっていうんですかね。ちなみにトーモニーにも鍼灸師ですね、はい、そうなんです、はい、私も鍼灸師で、はい、実はあの福里さんは、はい、あの私の大先輩なんですね。おいろいろ勉強会とかでもお世話になってます。あ、はい、そうなんですね、はい、ちなみにあの針をこうなんていうんですかね、刺してこの刺激を与えながら体のメンテナンスとか、まあ、このよろしくない部分に働きかけるっていうことだったんですけれども、うん、はい、このね、鍼灸って何ですかね、うん、結構私まだ受けたことがなくて知らない方が多いと思うんですけど、うん、主にどういう時になんか使うというか、うん、受けるというか、受けるというかそうですよね。あの、はい、基本は、うん、今おそらくどうでしょうね、はい、治療とすれば、うん、あの痛みの治療だったりとか、うーん、あとどうも疲れ気味とか、うん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 、で疲労をうまくこう回復したいとか、うんうんうん、あとはスポーツ分野で、うん、あのより競技性能力を高めるための、はい、やはりスポーツ鍼灸とか言ったりするんですけど、うん、あ、そういうのが、割と皆さん身近、はい、かなと思うんですけど、うんうんうん、はい、なんか鍼灸って言ってもすごいいろいろジャンルがあるんですね。スポーツ鍼灸とか美容鍼灸とか。そうですね、はい、そうなんですよ、あの鍼灸はもともとこれ、うん、気と言いますかね、はい、あの人の生きてるエネルギーを、うんうんうん、こう気という概念で捉えて、うんうん、あの中国の方では気を物質として、うん、こう分かりやすく捉えてるんですけど、あ、はい、あの多分日本の方はもう少し幅が広くて、うん、例えばあのよくある気が合うとか合わないの気だったり、うん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 、気持ちがいいとか、うんうんうん、あとは何が、病気もそうですよね、あの、うん、病の病気で、うん、そういうのもあのこの気の概念に含まれると思うんですけど、うんうんうん、そういう人の気をあの調整して、いい状態に保とうというので、はい、まあ、病気本当にこう疾病といいますか、うんうんうん、病気の状態になっている部分から、はい、あの病気ではないけどもより健康な、はい、健康になりたいという、うんうん、まあ、ヨガを受けたりとヨガをしたりとか、うん、太極拳をしたりするようにこの、うんうんうん、あの健康を維持するような、うんうん、あのところまで結構幅は広いと思いますね。あ、なるほど。中国からあの生まれたんですかね、鍼灸というものは。そうですね、あの中国から日本に伝わったとあるんですが、あ、まあ、中国も他の国から影響を受けて、はい、このいわゆる鍼灸がだんだんこう、うんうんうん、あの作られていったというか、うん、で日本に伝わるのに、はい、おそらくですね、日本の時は戦、あ、失礼しました、560年か、はい、あのそのあたりだったのかな、あのもうちょっと前だったのか知りませんが、うんうん、ごめんなさい、はい、あ、いえいえ、はい、はい、なので実はすごく歴史が古いと言いますか。あ、なるほど、わかりました。じゃあそのちょっとそこら辺また引き続き聞いていきたいと思います。ではですね、リクエスト曲の紹介に行きたいと思います。はい、はい、1曲目リクエスト曲。そうです、私、はい、趣味でバンドをしてるんですけど、うんうんうん、おお、
そのバンドでよくやる、はい、あのグループがあるんですが、はい、ベンチャーズというお、バンドのリーダーが今65歳前後かな、はい、前後って年はないんですけどで、ベンチャーズがを中心にやってるバンドなので、はい、ベンチャーズの代表的な曲、はい、パイプラインお聴きください。私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜、アラブサアジラブ、yeah. アガリ It's about love、oh, yeah. Take it out。お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団と、広がっています友達の輪サークルオブフレンズ、土壌に優しい循環型農業アラグサ、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品エバグリーンの提供でお送りします。はい、先ほどはですね、那覇市首里でズミ鍼灸院院長の福里和弘さんの自己紹介から、鍼灸師とは何ぞやとか、木、うん、とは何ぞやとかのお話をお届けしてまいりました。はい、続いてはですね、先ほど軽くちょっと説明していただいた鍼灸ってどっから来たんですか、中国から来ましたっていう、ちょっと歴史について軽くまたお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかないですよね、こんなして鍼灸をはい紐解くっていうのはですね、はい、まあ、なんで気になったかっていうと、うん、私ネイリストが本業ではあるんですけど、はいはい、ネイルにも実は歴史があってですね、はい、古代エジプトからこう爪に染色する文化があったっていう、うん、すごい私の中で衝撃的なことだったんですけど、まあ、でそういうのもあって、まあ、鍼灸にもなんか歴史とかどういう流れがあったのかなっていうのを知りたくてですね、今回ちょっとお話ししていただきたいと思ってるんですけれども、はい、はい、鍼灸は中国からでしたっけ。そうですね、中国から、はい、いわゆる、うん、日本に伝わって仏教とか、うん、あと何で、
いろいろ伝わるものの中に、こういう鍼灸もあったということですね、うんうんうん、中国自体では発祥はいくらいつぐらいでしたっけ。そうですよね、中国で、はい、きちんと今私たち鍼灸師がバイブルといいますか、うんはい、元になっている本、皇帝大慶っていう本があるんですけど、はいはい、これが、うんうん、はっきりいつとは決まってないんですけども、はい、これ200年ぐらいをかけて作られたっていう話で、はい、2000、あ、この本が、はいはい、2300年前後だでしょうかね、2300年前ぐらい、はい、古文書ですよね。そうですね、うん、でもこれが割ときちんと論文集という形で、うん、残されている最も古いきちんとした本、はい、で今でも十分にこう通用するといいますか、うん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 、本になってます。2300年前の本が200年かけて作られたという本ね、はいはい、その本をベースにまた何て言うんですかね、今も勉強の一環に使われてるというか、そこから学ばれてる参考書みたいな感じですか。そうですね、基本書になると思います。でその基本にして、はい、でよく言われるんですけど、うん、古いこの知識が今に、はい、今に役立つのかって言うんですが、実は、うんうん、この皇帝大慶ができるまで、はい、遡ること2000年ぐらい前から、はい、こうなんていうんですかね、うんうん、こういろいろ鍼灸というか、はい、され残ってきて、うんうん、これが例えば中国の戦国時代、日本では多分平安時代、弥生時代かな、そのあたりは有名な今私たちが病院などでもらう漢方薬ですか、はい、うん、これ基本になっている本が召喚論っていう本があるんですけど、召喚論、はい、はいはいはい、これもその時作られて、はい、でずっとこう召喚論も、うん、1000年ぐらいの差があるんですけど、1000年ではない、すごいですね、1000年の差はないか、はいはいはい、300年ぐらいの時間をかけて、うん、この召喚論が作られていくんですけど、はい、過去のあれですよね、本当にそういう当時のお医者さんたちが、うん、こう残した経験を、うん、伝えてきたっていうんですかね、伝承されて今に来てるので、はい、どんどん発展してきてるっていうのがありますよね。新しい何かを発見してそれを取り入れながらも、この昔ながらのものも何て言うんですかね、引き継がれていきつつのリニューアルされてってるみたいな感じですね、うん、そうですね、はい、また新しい概念も生まれて、スポーツ鍼灸とか、あ、そっか、現代的な、現代ではですね、はい、だから今昭和から、はい、昭和のそうですよね、40年ぐらいからは、昭和40年、はいはいはい、スポーツ鍼灸とか、うん、あと整形外科で、うん、はい、何でしょう、あ、思ったより前から生まれたんですね、スポーツ鍼灸、そうですね、昭和40年、その時に、詳しくなるとまた時間があれなんで、うん、はい、はい、どうしましょうか発祥ってね、はい、もう発祥って説明なんですけど、あ、はい、で日本にこれが伝わってきたんですね、そうです、僕も鍼灸師なので一応そういう知識はあるんですけども、トウモウもで日本に伝わってきて、また日本でもその伝わってきた当初から今までいろいろ変化しながら、はい、日本式のこうスタイルみたいな感じで、そうなんですよね、発展していって、はい、今に至るんですけどね、今に至る、うん、このちょっと質問したいんですけれども、この、はい、東洋医学と西洋医学って私聞いたことがあるんですけれども、はい、鍼灸はどっちなんですか鍼灸は、はい、まあ、これおそらく東洋医学といったら、うんうんうん、ラジオ聞かれてる方、はい、あれですけど、すいません、東洋医学に含まれて、あ、ジャンルはやっぱ東洋医学、はい、西洋医学っていうのはなんか今こう病院に行った時に受けるような治療は西洋医学のジャンルかなって勝手に解釈してるんですけど、一応簡単に、はいはい、簡単に分けて、はい、あ、大まかにですか、ごめんなさい、はい、おそらく現代
西洋医学という言い方をしてると思うんですけど、現代西洋医学、はい、まああの、東洋医学は多分中国がこの自然がとても豊かだったのか、はい、あの賢い人が多かったのか知らないんですけど、うんうんうん、あの自然の、あの動きを見て、はい、その法則がどうもあると、はい、自然には法則があるらしいと、うんうん、で生きてる私たちにも、うん、あの法則があるんじゃないかと、うん、でそれをずっと観察していくと、なんとこの自然の法則と、はい、私たち人間生き物、うん、おそらく生き物すべてはこの自然の法則が当てはまると、うん、でこう代表的な、考え方が、はい、陰陽という陰と陽、はい、陰と陽の、はい、思想ですか、考え方が生まれるんですけど、はい、うんうんうん、お自然の法則の中に陰と陽という考え方、はい、はい、で陰と陽というのを見ていくと、はい、どうも自然にも、あ、自然といえばこの自然界にも、うん、私たち人間にも当てはまるという、うん、陰はあの太陽の陽で、うん、あ、か、感じですね、すいません、はい、影っていう字ですよね。はい、そうですね、はい、太陽のようで陰が影、なんかイメージオンとオフみたいな、あ、そうなんですよ、で、はい、これはあの二元論って世の中を見るときの、まあ、哲学的な考えになるんですけど、お、はい、木は木は一元論なんですね、うん、要するにあの全て木で見ていくんですけど、これを二元論にすると陰陽に分かれて、はい、例えば人間だと男と女がいて、あ、なるほど、陰と陽、はいはいはい、例えば裏と表があって、うんうんうん、表が陽で、うんうん、裏が陰、お、下が陰で、はい、上が陽とかですね、うん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 、で暑いと寒いも暑いと陽、そうですね、はい、でこれで見ていくと、はい、いろんなものが、うん、陰陽に分かれて、はい、であのせっかくなので、うん、この陰の中にも陰陽があると、はい、陽の中にも陰陽があるという、でこの陰陽はね永遠に切ることができないんです、大雑把に分けて陰陽があるんですけど、はい、それぞれまた陰には陰陽があって、うん、陽には陰陽があって、うん、で分けた陰陽の中にもまた陰と陽が分かれていくので、うん、でこれをですね、あの私たちこう見てる今のこの社会とか、はい、いろんなものを見ていくと、うん、あの面白いと言いますか、うーん、どうぞ試しお試しくださいというか、あやってみてください、はい、なんかそういう目線で物事を考えるってすごいなんか 深まりそうで、そうですね、あの深まるとか、はい、ちょっと明日から早速やってみてくださいはい、ではではちょっと曲紹介2曲目に移りたいと思います、はい、はい、福里さんから2曲目のリクエスト、はい、2曲目はですね、あの、はい、私一番これ何でしょうね、学校して、あ、学校卒業して、はい、最初に就職した職場でよく、はい、あの聞きました、お、思い出ソングですね、思い出ソングですね、うんうんうん、スピッツのロビンソン、はい、これは陰と陽で言うとどちらかというと どっちですか、あ、これはおそらく陽に含まれるかなと思ったんですけどなるほど、歌詞は早速です、ね、歌詞は陰に、あ、 なるほどなると思いますが、先ほど言ったような感じですね、はい、陰と陽、はい、そうですね、陰の中にも陽があって陽の中にも陰があるっていうね、そうですね、まあ、ちなみに音楽はあの、陰に含まれるんですね、あ、そうなんで、映像が光が陽で、うん、音が陰なんですね、うん、はい、あ、失礼しました、 ありがとうございますじゃあ早速はい、はい、お願いします、沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う、広がっています、友達の輪、サークルオブフレンズ、アジラブアガリ、まだ続くわよ、街の人たちをジメジメカビが襲ってるわよ、何？そんなカビにはこれだ、カビのノン、説明しよう、カビのノンとはニンジンエキスとクスノキエキスなどウチナーモンの自然の力を使った
安全で体にも優しい防カビ剤なのだ。くらえ。くっそー、やられた。カビのんのんで検索。素敵。お問い合わせは098-886-5656、 886-5656、 有限会社エバグリーン。お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団の支援と、広がっています友達の輪、サークルオブフレンズ、土壌に優しい循環型農業アラグサ、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品エバグリーンの提供でお送りします。はい、先ほどはですね、那覇市首里でズミ鍼灸院院長福里和弘さんをお招きして、鍼灸の歴史についてお話ししていただきました。はい、続きましてですね、福里和弘さんのちょっと人柄にスポットを当ててお話ししたいと思います。まずですね、生い立ちからちょっと聞きたいなと思ってます。はい、はい、私は宮古島、今宮古島市になってますけど、はい、宮古島の、グスクベ町で生まれました。ものすごい田舎、田舎とは思ってなかったんですけどね、那覇に来るとすごい田舎だなと思って、はい、まあ当たり前かもしれない。はい、宮古のこの、すごい自然豊かなところで育ったんですか？そうですね、さっきの歴史の中で、自然を見て、はい、この陰陽を、発見したというか、はい、考え出したのように、うんうん、私もこう縁側に寝そべって、はい、青い空を見るのが好きで、で一点を見つめてると、はい、雲がこう来て流れ去っていくんですけど、うんうんうん、同じ形がないなというのが、お子供ながらにそれを見るのがちょっとじいちゃんみたいですけど、じいちゃん好きだ。いいですね。あとはこう太陽が上がってくると、はい、建物の影とか、うんうんうん、あと木とか、うん、当時宮古にも電柱はありましたので、電柱の影とかが、はい、時間帯とかね、うん、一日でも時間帯によってあるし、はい、あと季節によってこう影 の、 向く方向が違うっていうの、うん、このこう変わっていく様子が、はい、とても好きで、うんうん、これは社会人になっても、うん、通勤でこう歩いてたりするとね、うんうん、夏だと早いうちから、はい、影がこうだいぶ長いんですけど、うん、冬になるとこう影が短くなるというか、うんうんうん、そういうなんかこう、うん、違いをこう見つけるというか感じるのが好きだったみたいですね。すげえ。分からないけど小さい頃は。福里さんは、生まれつき弱視。はい、ああそうですね、今私は今、はい、いわゆる全盲と言いますか、はい、全く見えなくて、あ、なるほど、はい、よくよく自分でも気がつくと、見えないといってもいろいろ程度があるんですけど、はい、光は分かるとかですね、あ、でも僕は光は分からなくて、はい、どうも太陽の光も分からないようですね、うんうんうん、で小さい頃はいわゆる弱視といいますか、視力が弱い方で生まれ育って、はい、30歳から31歳にかけて、いわゆる見えなくなっていくんですけど、はい、そうですよね、弱視の頃は宮古で育ったし、仕事し始めの頃も、はい、弱視でした、うんうん、0.3 ぐらいはあったでしょうかね。はい、0.3 ぐらいでだんだんとこう下がっていくので、はい、一番よく良かったのが多分小学校4年から6年ぐらいの 0.3 ぐらいありました。うーん、それがこう徐々に下がって、うんうんうん、見えなくなるまでの30歳ぐらいは、はい、測ったの記録しての 0.0
にでしたかね。うーん、その頃はもうあれですか、光がわからないというか、わかりづらいというか。そう、だんだんこうはっきり見えなくなってきていました。その当時はもう鍼灸をされてらっしゃったんですか。そうなんです、弱視で生まれて、0.3 ぐらいですと、はい、今はいろんなこの補助とか、あの社会の理解というのも、当時とはちょっと違うようなんですけど、はい、0.3 だと多分あの通常の学校だと難しいと思いますね。黒板も多分一番前に座ってやっと見えるぐらいだし、あの教科書も小学校4年ではもう見づらかったので、ああなるほど、はいはいはい、難しかったんで、それであの今ハイバルに移ってます、はい、あの沖縄盲学校で、学生生活を過ごしました。盲学校で、あ、ここはあれですか、小学校6年間盲学校へ行かれた。はい。でその後中学校もこのエスカレーター式。そうですね、エスカレーター式というと、あの私立みたい、私立みたいでいいんですけど、はいはい、これが高校までありまして、その後、高校卒業すると、はい、もちろんあの大学進学もあるんですけど、私たち当時は視覚障害がある場合、はい、あの私の今ついてる職業もそうですけど、はい、鍼灸師とかあの、アンママッサージ指圧師などの、あの資格を取る、あのコースがあります。おあ、大学とはまた別で専門学校みたいな感じで職業訓練が受けられる。そ、ね、はいはい、あそこでじゃあ鍼灸と出会ったんですかね。そうですね、鍼灸、なるほど、まあ、もともとでも、はい、あの中学校ぐらいに将来こういう医療系につけたらいいかなと思ってたので、はい、あ、もともと、はい、まあ、あのそのエスカレーター式に上がったところに、はい、あの鍼灸があったので、はい、大変良かったです、うん、僕も行ったことあるんですよ。そこのハイバルの方にある。あ、そうなんですか。盲学校なんですけ ど沖縄県立なんですね。うん、そうです、県立で、でその盲目の方にこの社会的にこう自立できるようにということで、高校卒業した後も、はい、あのそういった学びの専門学校で本来、本来っていうか、まあ学べる内容も充実しててですね、はい、就職先もこうなんかエスコートというか、はい、してくださるんですか。あ、そうですね、あの就職先、これも若干時代によ、時代といってもこの10年単位で違ってくるんですけど、はい、あの割と就職率は、就職と考えたら、いいかと思いますね。あ、なるほどな。あ、じゃあ先輩にもこう弱視というかの方がいて、こういう鍼灸の道へ進んだ方とかって結構いらっしゃるんですか。そうですね、あの、私の世代、私、自己紹介でも言ってなかったんですけど、昭和44年の、はい、4月生まれなんですが、昭和40年、はい、私より上の世代はほとんどがあの、この鍼灸マッサージの、仕事をしている方多いですね。なんかすごい、なんていうんですかね、そういう先輩方とかいたら悩んだ時相談できたりとかしていいですね。まあ、そうですね、あの相談できるのは、はい、いいと思います。結構孤独だったりしますよね、孤独、鍼灸師は、はい、鍼灸師は、ああ、の、はい、そうですね、まあ、でそうなんですよね、あの、どの話をしようか、実はこの盲学校で、はい、あの鍼灸とかマッサージが教えられてるのは、はい、あの遡ること江戸時代から続くんですね。そうなんですか、はい、すごい。で五代将軍の時に、五代将軍、はい、あのこの盲人の人にも、この職業の道といいますか、こうあのチャンスをいただいたというか、で世界的にもあの日本はこう、寺小屋があったりね、江戸時代、あ、なるほど、学校ですね、はい、学校があって、はいはいはい、いろんな人がこう学びやすくなってる中で、うんうん、しか、盲人も、うん、この、
今でいう、ハリキューマッサージの、うん、この訓練所みたいなものを、うん、日本各地に、うん、が作られていったようですね。すごい。それがこうね、明治からずっと昭和に受け継がれて、はい、すごいですね、うん、僕記憶の中ではブラックジャック、はい漫画、はい、中に鍼灸師出てくるんですけど、ハリ氏が、はい、彼も盲目だったと思いますね、うん、すごい。その漫画読んで鍼灸師になったんですか。いや僕は全くあなってないすいません、はい、はい、じゃあここでですね、ちょっとリクエスト曲、3曲目複雑さんからのリクエスト3曲目いきたいと思います。はい、今もう、旧暦で15夜も終わって、はい、まあ、10月になってますけど、はい、秋の夜長に、ちょっと寂しい感じなんですけど、うん、まあ、一人で過ごすか二人で、まあ、少人数で過ごしながら、はい、月を見てもらうのもいいかと思ってこの曲にしました。はい、ベートーベンで月光です。沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う、広がっています。友達の輪、サークルオブフレンズ。アジラブアガリ、ラブラブラララ。お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇から公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団と、広がっています友達の輪、サークルオブフレンズ、土壌に優しい循環型農業アラグサ、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品エバグリーンの提供でお送りします。はい、先ほどは、はい、なんすか、結構しっとりしてすごい良かったね。えなんか弾きたいとか言ってましたね。弾きたいと思って、はい、びっくりしました。はい、先ほどはですね、那覇市首里でズミ鍼灸院院長福里和弘さんから、まあ、なぜ鍼灸師になったのかとか生い立ちのお話をお届けしました。はい、続きましてですね、まあ、福里さんの今後の展望とか次世代を担う若者へのメッセージをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、展望となりますと、一杯飲みながらお話をしたい気持ちになるんですけど、はい、そうですよね。うーん、思いとしますと、この仕事ですか。仕事、はい、まあ、仕事も含めてこういう風になっていきたい夢があるとかあれば。そうですね、はい、うんうん、どうしてもこの鍼灸っていうのは本当にすごい可能性があると思うんですね、はい、でこれは鍼灸だけではなくて、他の分野とこの合体していくと、もっとこういい形、伝承されてきた、伝えられてきたものを、はい、新しくしてまた伝えていくという意味では、うん、こう他の分野とこう合体して、はい、こうまた新しい鍼灸治療ができるんじゃないかなと思ってます。で、はい、とりあえずと言ったら変ですけど、はい、やっぱりこう西洋医学と、はい、こう一緒にこの患者さんを、うんうん、見ていくといいますか、うんうんうん、今いろんな病気があるんですけど、はい、これをこう東洋医学的な立場からも、うん、こう考えて、うん、で何ですかね、その人に合った、うんうん、その人 の, 人生観とかですね、はい、生き方に合わせた治療ですか、うん、が鍼灸はできると思うんですよね、はい、で西洋医学っていうのは割とこう分析型で追求していくところなんですけど、うんうんうん、東洋医学は割とこの、はい、なんていうんですかね、その人に合った、うん、こう治療サービスができると思うので、はい、西洋医学とこう東洋医学が一緒に、うん、こう合体していくと、うんうん、何かまた違う新しい医療ができるんじゃないかなと。で、うんうんうん、できる、まあ、今日本では、はい、
まあ、世界的にもそうですけど、うん、そういう動きは実際はあるんですね、うん、統合医療という言葉もそうですし、なるほどなるほど、はいはいはい、でそういう意味では、はい、今後そういう分野に関わっていきたいといいますか、うん、で東洋医学は地域なんですよね、はい、地域地域地域の文化とともにこう発展してきたのが東洋医学なんです。だから、まあ、ここ沖縄ですけど、はい、東京の東洋医学と沖縄では本来は違う、違うものです。なのでそれをこうきちんと、はい、まあ、沖縄といいますか、うん、琉球というとちょっと古い言葉かになるかもしれないんですが、まあ、でも地域的な特性を出すとしたら琉球という言葉を使わせてもらいたいんですけど、うん、はい、まあね、琉球としてのこの文化としての医療というか、うんうん、そういう形作りは、はい、できていく、まあ、そういうことを考えるとこの東アジアと琉球っていう関係も、うんうん、これは変なまたいわゆるヤマトゥというかね、うんうんうん、そういう日本と琉球というところでもともと違うので、うんうんうん、また新しいものが作られるんじゃないかなと、壮大な夢ですね。そうですね、そういうふうに関わっていけたらいいかなと思ってます、うん、素晴らしい、すごい、ありがとうございます。ではでは続いて次世代へのメッセージあれば、怖い、そういう時ちょっと生意気というかいろいろ考えるんですけどね、はい、そう、きちん親だったらきちんとしなさいとか、うん、子供にはそう伝えるんですけど、福田さん子供いますもんね、子供ね、いろいろああしなさいこうしなさいとか言うんですが、はい、私が育って今まで振り返って思うのはですね、うんうん、一つはもっとこう好き勝手にしていいんじゃないかと、まあ、勝手というか、うん、もっと好きにこう好きなことをしていいんじゃないかと思います、うん、あとはもう一つはまあ、勇気が必要だと思うんですけど、はい、第一歩を踏み出す勇気、うん、これは多分ね、親だったり、うん、周りの先輩だったりが、うん、こう勇気後ろから押してくれる人になるのかもしれないんですけど、うん、多分それぞれ思いっていうのはあると思うんですよね、うんうんうん、だからそれを、まあ、大げさに言えば本当に自由に思い切って、はい、思い切ってやってみていいんじゃないかなと思います、うん、明日からもっと自由に頑張ろうおおみたいな先ほどおっしゃってましたね、そう、東洋医学で治療をしていくときに、うん、まあ、融通無下という言葉を使うんですけど、はい、本当にこの自由自在だし、やり方は本当に無限と言いますか、うん、もういろんなやり方があるので、うん、はい、まあ、生き方にもそういう、うん、いろんな生き方があっていいと思うし、はい、まあ、これかっこよく言えば、はい、そういう生き方をね、はい、認められだからお互い違っていいじゃないのとかね、うん、本当あるわけですよね、うん、と本当はあるわけというか違っていいと思ってるけど、はい、ね、自分に合わない人が来ると、はい、ちょっとこう後ろに下がってみたりね、うん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 、知らんぷりをしたくなるところもあるんでしょうけど、はい、まあ、本当に好きなよう思い切って、はい、好きなことを、うん、勇気を持ってやっていってくだ、うん、やっていきましょう、はい、やっていきましょう、ありがとうございます。もうなんか、ね、背中を押されました今、うん、そうです、うん、明日から何回も言うけど明日からもっと自由気ままに頑張ります。そうですね、僕も頑張ろうかな、はい、ということで、はい、そろそろエンディングなんですけれども、はい、ここでお知らせがあります、はい、南山賞、第14回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会 in 沖縄、時代を支える鍼灸、病に体にそして心にと題打ってですね、はい、来る、日曜日、10月28日日曜日9時30分開演で、一般市民講演としてフレイルって何ということで、講師に琉球大学グローバル教育支援機構保健管理部門の教授の、佐喜眞
敦先生を呼んで、一般講座もやるので、ぜひお時間ある方はお越しください。はい、皆さんよかったら、場所はですね、てみてください。はい、ティルル1階ホールメイン会場でやってます。はい、はいはい、ではですね、この番組は公益財団法人沖縄県立芸術大学振興財団の支援を受けて放送しております。うん、沖縄県立芸術大学振興財団とは、沖縄県の芸術文化の振興に寄与するため、沖縄県内に拠点を有する芸術文化活動団体または個人を対象に芸術文化活動を支援しています。アジラブ上がりでは放送内容を常時配信しています。アジラブ上がりのブログやフェイスブックからアクセスしてみてください。はい、それではですね、本日のお相手はマキーとヤイとトーモーとゲストさんの福里でした。はい、お送りしました。ありがとうございました。はい、来週の10月23日火曜日午後7時にまたお会いしましょう。それではせーの、またやさーい。